The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment. The wind has diminished considerably. 1963年11月22日、ジョン・ F ・ケネディアメリカ大統領はジャクリーン夫人とテキサス州ダラスを訪れました。政権の座について3年、大統領は46歳という若さでした。He is reaching across the fence, shaking hands with many of the people who have come here to see him. The gunmetal gray limousine, blue and gray, pulling away now from the fenced area.大統領のパレードはダラスの中心部を抜けて昼食会の会場に向かいます。Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. The policeman says, no, you cannot come in here. You cannot come in here. We'll let nobody else in. It was definitely the president's car. And just now we've received reports here at Parkland that Governor Connally was shot in the chest. And the first unconfirmed reports say the president was hit in the head. Just a moment, we have a bulletin coming in. The president of the United States.Women here in shock, some have fainted. Grown men, Secret Service men standing by the emergency room, tears streaming down their faces. Stars settle slowly, in loneliness they lie. Till the universe explodes as the falling stars raise. Planets are paralyzed. It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead.With the speed of insanity, then he died. In the past 25 years, there have been. この25年間に、ケネディ大統領暗殺の正式調査が2回行われました。一つは、この部屋の窓から一人の犯人が大統領を狙撃したと結論し、もう一方の調査は、共犯者がいたとしています。I'm Walter Cronkite. Which conclusion does the evidence really support? Are there reasons to believe there was another gunman? And did someone tamper with what should be the best evidence, the body of the slain president? Eyewitness testimony raised these doubts, but cannot resolve them. Even modern forensic sciences, ballistics, analysis of acoustics, photography, autopsy records, can only bring us closer to an answer to the question, who shot?President Kennedy. ケネディ大統領が死亡してから数十分後、ダラス警察は映画館に潜んでいたリー・オズワルドを近くで起きた警官殺害の容疑者として逮捕しました。オズワルドは大統領暗殺現場でのさまざまな証拠をもとに、その日のうちに暗殺の容疑者として告発されました。オズワルドは大統領も警官も撃っていないと主張しました。大統領が暗殺されてから2日後の11月24日、アメリカの放送局はケネディ大統領の棺が午後からの国葬に備えて議事堂に運ばれていく様子を朝から中継していました。同じ頃、ダラス警察は暗殺の容疑者オズワルドの身柄を警察の留置場から軍の拘置所に移そうとしていました。
オズワルドを殺したのはマフィアとつながりのあるクラブの経営者ジャック・ルビーで、オズワルドの口封じのためだったと噂されました。After the fateful November 22nd, the seven members of the Warren Commission, headed by the Chief Justice of the Supreme Court, come to the White House to give to the President the results of their painstaking investigation into the determinable facts of the assassination of President John F. Kennedy. ケネディ暗殺の事実を究明するために、政府が組織したウォーレン委員会の調査報告書は実に26冊にもなりました。調査報告はFBI が中心になって集めた膨大な証拠と目撃者たちの証言などを科学的に分析したものでした。その結果、ウォーレン委員会はケネディ大統領を暗殺し、その前の席に座っていたコナリー・テキサス州知事に重傷を負わせた犯人はやはりダラス警察が逮捕した男オズワルドだと結論しました。この広場を通り抜けるときに大統領は暗殺されました。その時目撃者の多くはこのテキサス教科書倉庫から3発の銃声がするのを聞いています。また6階の窓に人影を見たという人もいました。オズワルドはこの倉庫の従業員で、暗殺の当日もここで働いていました。ダラス警察は狙撃があった直後に6階の窓際に段ボール箱を積み上げた狙撃用の場所を見つけました。その近くには3個の薬莢もありました。教科書の入った箱の間には旧式のライフル銃も隠してあり、銃からはオズワルドの手のひらの跡も確認されました。またオズワルドは偽名を使い、20ドル弱の値段でそのライフルを通信販売で購入していたことも分かりました。大統領の車からは銃弾の破片2つが、そして病院の担架からは銃弾一つが見つかりました。その破片と銃弾、それに薬莢は弾道検査で倉庫で発見された銃のものと断定されました。大統領の遺体はワシントン近郊のベセスダ海軍病院に運ばれ検視を受けました。その結果、大統領に命中した銃弾は2発で、1発が首を貫通し、もう1発が頭に致命傷を負わせた。また銃弾は2つとも大統領の後ろ、つまり教科書倉庫の方から飛んできたとされたのです。この検視報告や現場の証拠は全てオズワルドが犯人であることを裏付けているかのように見えました。しかし専門家の中にはウォーレン報告の内容に疑問を持つ人もいました。いくつかの証拠が矛盾していたのです。そして様々な反論が発表されましたが、その反論に共通しているのは、オズワルドが行ったとされていることを一人で実行するのは物理的に不可能で、共犯者がいたはずだという点でした。ニューオーリンズの地方検事ジム・ガリソンは、オズワルドは CIA とマフィアが立てた暗殺計画の一部を実行したに過ぎないと考え調査を始めましたが、途中で潰れました。70年代に入ってもケネディ暗殺への疑問はアメリカ国民の中から消えませんでした。そこで下院は特別委員会を設置し、1977年から暗殺について改めて調査を行いました。その新しい委員会はウォーレン委員会の出したオズワルドが犯人であるという結論が支持するが、第二の狙撃犯も存在し、その銃弾は命中しなかったと報告したのです。この結論には疑問も出ており、ケネディ暗殺が陰謀によるものだという説も根強く残っています。暗殺現場ディーリー広場の状況は25年経った今も当時とほとんど変わっていません。オズワルドがケネディ大統領を狙撃したとされる教科書倉庫、そして第二の狙撃犯がいたとされる芝の斜面です。大統領の車はヒューストン通りを進み、交差点で左折してエルム通りに入りました。ウォーレン委員会は目撃者の証言をもとに、最初の銃弾が大統領の首を貫通し、2発目が大統領の前にいたコナリー州知事に当たり、3発目が大統領の頭に致命傷を与えたと当初は考えていました。
As soon as he was able, Governor Connally appeared on nationwide television to give the most lucid account so far of the tragic events. We had just turned the corner. We heard a shot. I turned to look in the back seat. The president had slumped. He had said nothing. Almost simultaneously, as I turned, I was hit. この知事の証言によれば、大統領と知事は別々の銃弾で撃たれたことになります。これに対しウォーレン委員会は2人が同じ一発の弾で撃たれたとしています。暗殺はたった6秒間の出来事でした。殺人事件を研究しているジョシア・トンプソンは著書ダラスの6秒間の中で大統領に当たった銃弾と知事に当たった銃弾を分析し、オズワルド単独犯説を否定しています。オズワルドが使ったとされている方のライフルを FBI が調査しました。最も短い間隔で発砲するにはこうなります。1発目から2発目を撃つまでに最低 2.3 秒かかります。これには照準を合わせる時間が入っていません。ですからその時間を加えると1発目から2発目まで少なくとも 3,4 秒はかかるはずです。知事は一発目の銃声を聞いてから大統領の方を振り向き、その時銃弾が自分に当たったと証言しています。そんな短時間にこの銃で2発も撃てませんし、その瞬間を捉えた8ミリフィルムを見ても明らかです。ダラスに住むアブラハム・ザプルーターは芝の斜面に立ち、8ミリカメラで大統領の車を撮影していました。このカメラは1秒間に18コマの速さで回ります。つまり18分の1秒ごとに大統領の暗殺の瞬間を撮影していたのです。ウォーレン委員会はフィルムを1コマずつ分析し、オズワルドが撃った1発目は外れ、2発目が大統領と知事の両方に命中したと判断しました。大統領は後ろからの銃弾を受けたことになります。これがオズワルド単独犯説です。しかしジョシア・トンプソンはこう反論します。これは207コマ目です。ウォーレン委員会はこのコマと222コマの間で2人が1発の銃弾で撃たれたとしています。道路標識に隠れてはいますが、まだ撃たれた様子は2人には見られません。222コマ、車が標識の影から出てきたところですが、コナリー知事に異常は認められません。225コマです。ケネディ大統領は明らかに撃たれています。知事は大統領の前に座り右を向いています。230コマ、ここで大統領は手で撃たれた喉を押さえています。大統領の前に座っているコナリー知事は落ち着いています。ウォーレン委員会の説に従うと、知事はすでに銃弾を受け、肋骨と手首を負傷しているはずです。236コマに移ります。このコマでもケネディ大統領は喉を押さえています。知事は何か叫びながら振り向こうとしています。237コマ、コナリー知事は振り向く動作を続けています。そして次のコマに進むと、知事の肩はガクッと落ち、頬は膨らんでいます。この18分の1秒の変化が問題なのです。頬が膨らんだのは胸に銃弾を受け、肺が圧迫されたためと考えられます。この2つのコマは知事が銃弾を受ける前と後を記録しています。大統領が撃たれたのは第225コマですから、大統領は知事が撃たれる前に銃弾を受けていたことになるわけです。しかし下院調査特別委員会の見解は違いました。人間の体では時として銃弾を受けた反応が遅れて現れることがあります。フィルムの中の知事の反応がその良い例です。撃たれたからといってすぐに反応が現れるとは限らないのです。この証言を受けて下院調査特別委員会は、コナリー知事は一発目の銃声を聞いて振り向いただけで、その弾は誰にも命中しなかったとしました。そして3秒後、車が道路標識に隠れている間に発砲された2発目が大統領の首を貫通して知事の胸に当たった。また1発目と2発目の間隔も3秒間あり、照準を合わせるには十分だったと結論しました。この結論は依然狙撃者が2人いたのではないかという疑いを消すものではありませんでしたが、少なくとも大統領と知事が同じ弾で撃たれたという可能性を確認するものとなりました。大統領と知事を狙撃した銃弾が
ダラスのパークランド病院の知事を運んだと言われている担架から見つかりました。弾道検査の結果、それはオズワルドのライフルで使われたものと判明しています。ウォーレン委員会は2人を撃ち抜いた銃弾が知事の体から担架に落ちたと説明しました。これがその銃弾です。ほぼ完全な形です。一般に銃弾が人の体を貫通すると形が崩れるものですが、この弾は違いました。知事を手術したのはパークランド病院の医師ロバート・シャウでした。弾は知事の肩から入り、胸を貫通して肋骨の一部を砕いていました。そして一旦5番目の肋骨から10センチのあたりで体外に出て、知事の手首のちょうどこのあたりに入り、硬い手首の骨を砕きました。そして弾の破片がコナリー知事の左の太ももを突き抜けたとされています。狙撃の後、知事が病院に運び込まれた時は危篤一歩手前の大変危険な状態でした。あれだけ人間の体に傷をつけながら元の形をとどめていた弾を初めて見ました。普通ならもう少し形が変わっているんです。犯罪科学の権威シリル・ウェック博士は犯行に使用されたものとよく似た銃と銃弾を使ってある実験を行いました。二人の人間にあれだけ大きな損傷を与えた銃弾がその原型をとどめている可能性があるのか確かめるためでした。犯人が使ったのと同じ 6.5 ミリの銃弾を使いました。まず私は綿を詰めたものに弾を打ち込んでみました。この弾は2つとも綿の中から回収したものです。どちらも底の鉛の部分に微妙な突起ができていますが、それ以外はこのように打つ前と同じ形をしています。次にこれはヤギの肋骨に打ち込んだものです。少し形が変わっています。それからこれはコナリー知事に与えた傷と同じ人間の太い手首の骨を砕いた銃弾です。一目で分かることですが、銃弾の頭の部分の形が変わっています。普通銃弾が人間の骨など硬いものに命中した場合、このようにどこか形が変わるものです。これが病院の担架から見つかった問題の銃弾で、証拠物件として保管されていた実物です。1963年にコナリー知事を傷つけたと言われている銃弾そのものです。ウォーレン委員会はこのほぼ無傷の銃弾がコナリー知事の肋骨を破壊し手首の骨を打ち砕いたと結論しているのです。骨を破壊した銃弾がこれほど綺麗な形をしているとはちょっと驚きです。よく見てください。先端の部分も側面も原型のままと言っても言い過ぎではありません。そしてあの綿に打ち込んだ2発の銃弾と同じように、底の鉛の部分に小さな突起があります。この突起は発砲するときにできるものなのです。速度の遅い銃弾は形が崩れにくいという説もあり、オズワルド単独犯説の支持者は銃弾が大統領に当たって失速してから知事に当たったので形が変わらなかったのだと主張しています。現在ウェック博士はこの研究を進めています。また担架で見つかった銃弾とコナリー知事の体から摘出された弾の破片の成分も改めて分析されました。摘出された破片は見つかった銃弾の一部だったのですから、当然その成分は同じでなければなりません。The fragments that were recovered from Governor Connally's wrist matched in composition the bullet lead in the so-called stretcher bullet. 同じ時に製造された銃弾の成分はよく似ている場合があり、一概に言うことはできませんが、この結果は一発の銃弾が二人を撃ち抜いたという説を否定するものではありません。教科書倉庫の6階の窓からケネディ大統領とコナリー知事の2人を一発で撃ち抜くことは本当にできるのでしょうか。 FBI は銃弾の角度によっては十分あり得るとウォーレン委員会に報告しています。しかし傷跡を比べると2人は違う角度からの銃弾を受けたように見えました。
なぜ右斜め後ろのビルの6階から飛んできて大統領の首を貫通した弾が大統領の真ん前に座っている知事に当たらなければならないのでしょうか。もしそうだとするとオズワルドが撃った銃弾はジグザグに飛んで2人に傷を負わせたことになります。ですから銃弾は知事の右胸ではなく左胸に当たったように私には思えるのです。写真を調べると知事は実際には大統領のやや左前に座っていました。2人の傷を分析して弾道を割り出すと角度は明らかに違っており、一発の銃弾が大統領と知事に命中したことにはなりません。また分析の結果、コナリー知事に当たった銃弾は教科書倉庫のかなり高い階から撃たれたもので、一方ケネディ大統領への銃弾はそれよりはるかに低いところから撃たれています。やはり別々の銃弾が2人に命中したのでしょうか。ケネディ大統領の背中と首を結ぶ弾道はほんの少しですが、解剖学的には上を向いていました。しかし大統領が狙撃を受けた時やや前かがみの姿勢だったとしたら、体と弾道の角度はそのままですが、弾が飛んできた方向や角度は変わってきます。これなら右上から狙撃を受けたことになります。コナリー知事の場合も同じで、傷口を結ぶ弾道は確かに大統領よりかなり下向きですが、知事が少し後ろに反り返って座っていたらやはり角度が変わってきます。つまり大統領がややうつむき加減になり、知事が少し反り返るようになった瞬間に狙撃されたとしたら、一発の銃弾が2人を撃ち抜いたという説明もできるのです。この弾道分析の結果、2人に命中した銃弾は倉庫の6階の窓から発砲されたという可能性が出てくるのです。ではジグザグの弾道はどう説明できるのでしょうか。知事の証言通り、最初の銃声を聞いた知事が後ろを振り向いた時に第2の狙撃があったとすると、2人の弾道は一致します。また人体に入った銃弾が体内をまっすぐ進むとは言い切れません。これは人体と似た性質を持つゼラチンです。この中にライフルの弾をまっすぐに打ち込んでも、その軌跡が直線になるとは限りません。この実験でも分かるように、仮に大統領の体内を直進した銃弾が知事の体内で方向を変えたとしても一向におかしくないのです。これまでのさまざまな証言や実験結果を総合すると、一発の銃弾が2人の人間を撃ち抜くことは不可能ではなかったということになります。しかしこれでオズワルド単独犯説が立証できたわけではありません。暗殺の瞬間を捉えた映像や目撃者の証言の中には、この芝の斜面にもう一人の狙撃犯がいたことを示すものがあるのです。ケネディ大統領暗殺の目撃者の多くは、道路の脇にある芝の斜面に銃を持った男がいたと証言しています。マルコム・サマーズさんは目の前で暗殺を目撃した一人です。When I got here, I was stopped by a person in a suit with an overcoat over his arm, thrown over his arm. Also had a gun under his arm. It looked like a little machine gun to me, a small machine gun. 暗殺直後の写真では、警察官や多くの市民が芝の斜面に向かっています。ウォーレン委員会は、これを暗殺現場から逃げ出しているとしました。しかし、何か他の理由があったのではないのでしょうか。私がインタビューをした目撃者の一人は、狙撃の直後に斜面の上にある柵の近くから何かの煙が上がったのを仲間と一緒に見たと証言しています。そしてすぐに煙が見えた植え込みのあたりに行ってみると、新しい足跡とタバコの吸い殻があり、それまで誰かがいたようだったというのです。芝の斜面から煙が上がるのを目撃したと言っているのは彼らだけではありません。
果たして第二の狙撃犯は存在したのでしょうか。いたとしたら何か証拠は残っていないのでしょうか。この写真にはライフルをまっすぐカメラに向かって構えている人がいるように見えますが、写真を分析してみると単なる影でした。これは狙撃の少し前に撮影された写真です。画面の真ん中にあるのが大統領の車です。芝の斜面の上の方をよく見ると何か人影のようなものがあります。これは明らかに人間です。頭と肩の輪郭が出ています。顔のように見える部分の色を分析してみますと、人間の肌の色を表すピンク系の色であることが分かりました。またライフルのような物体、細い棒のようなものも確認できます。この画像を拡大して色などを細かく分析した結果、私たち写真分析チームはこの影を人間であると判断します。しかしこの細長いものがライフルかどうかは決めかねました。単なる写真の汚れにも思われるんです。この写真は今の人影を違うアングルから撮影したものだと言われています。しかし人影が不鮮明なので写真を拡大して分析することはできません。そこでマサチューセッツ工科大学の協力でコンピューターを使ってこの写真を調べました。写真のネガフィルムに光を当てて画像の微妙な明暗を読み取っていきます。そのデータをコンピューターで分析し、写真に写っていた物体一つ一つの輪郭をできるだけ正確に確定していきます。人の顔とも思えるような形が写っていました。そして口のあたりには何か光るものがあるようです。What I see is an object that could possibly be a person. Can you see that? I think that requires a little bit of imagination, but I believe that you can see something is there about the right size. 同じ写真で斜面の上、柵のあたりにやはり人影のようなものがあります。ここは狙撃直後に煙が上がったと言われている場所です。もしここに第二の狙撃犯がいたとすると、これが狙撃犯が見た大統領の車の動きです。大統領の車は少しの間手前の壁に隠れます。大統領の車が現れました。犯人は大統領を簡単に狙撃することができます。この位置は8ミリフィルムの313コマ目にあたります。8ミリフィルムでは銃声を聞いたコナリー知事が振り向くのが分かります。そしてこの道路標識に隠れている間にケネディ大統領と知事が倉庫からの一発の銃弾で撃たれたとされています。そして313コマ目で大統領は頭に銃弾を受けて致命傷を負っています。この頭への一撃は後ろの教科書倉庫ではなく前から発砲されたのではないかとよく議論されます。銃弾を受けた大統領の頭が反動で後ろに動いているので、大統領の前から、つまり芝の斜面にいた犯人が狙撃したとも考えられるのです。もし人間の上半身に後ろから強い衝撃が加わるとすると、体は当然前の方に動きます。大統領ははじめ後ろから銃弾を受け前にかがみます。そして2発目を受けた大統領の頭は左後ろに傾きます。この頭の動きは前からの発砲の可能性を示しています。果たしていつもそうだと言えるのでしょうか。ラティマーズ博士は大統領の頭を撃った銃弾も後ろから飛んできたというウォーレン委員会の結論を調べるために、後ろから頭蓋骨に銃弾を撃ち込む実験をしました。後ろから銃撃を受けた頭蓋骨は後ろに飛びました。この動きは銃撃を受けたケネディ大統領と同じです。ノーベル賞科学者ルイス・アルバレス博士も同じ実験結果を発表しています。
大統領の頭の動きは芝の斜面にいたといわれる第二の狙撃犯の存在を完全には証明できません。I do think the first shot came from the school book depository up there. And then when the second one came, I did not know who all was shooting. I was thinking it was more than one person shooting. The first shot sounded just like a little pop. It sounded like a firecracker from a far away distance. The other sounded real close, real close. Kennedy 大統領が暗殺されてから数年後、大統領を狙撃した時の銃声らしいものが偶然録音されていたことが分かりました。大統領の車を護衛していた白バイの警察無線を通してダラス警察本部のテープに録音されていたのです。この録音にはオズワルドが発砲したとされている3発よりも多い4発の銃声が録音されていました。下院調査特別委員会はこの録音を分析するために暗殺があったディーリー広場で銃声の実験をしました。暗殺当日の白バイの位置を考慮してトランシーバーを配置し、教科書倉庫からの銃声と芝の斜面からの銃声を録音し、この2つをダラス警察で見つかった録音と比較するのです。広場での音の伝わり方や響き方が調べられました。このデータを分析した結果、下院調査特別委員会は3つとされていた銃声を4つだったとしました。また芝の斜面からの銃声はかなり特徴的な波形を持っていることが分かりました。その波形とダラス警察に録音されていた銃声の波形は一致しました。下院調査特別委員会の調査結果が発表された後、1979年7月にある雑誌がケネディ暗殺を特集し、ダラス警察の録音をレコードにして付録につけました。そのレコードを聞いたスティーブ・バーバーさんは、調査委員会の専門家が聞き逃したかすかな声に気づきました。銃声と言われている音と一緒に警官が警察本部に大統領一行の様子を報告している声が入っていたのです。I found that when Sheriff Decker is speaking, his voice is coming through the open microphone during the sound impulses that the acoustic experts said were gunshots. But he didn't make his statement until a minute and a half after the assassination had already occurred, so those cannot be gunshots simply because of that. You know what that's going to do to the gunshots? 1982年にバーバーさんの主張が正式に認められました。ダラス警察の録音は証拠物件から取り消され、第4の銃声の存在も否定されました。ウォーレン委員会や下院調査特別委員会、そして多くの専門家たちの調査にもかかわらず、オズワルド単独犯説や第2の狙撃犯の存在を完全に証明できる決定的な証拠はまだ見つかっていません。あれだけの証拠がありながら、なぜ真相は明らかにできないのでしょう。全ての疑問に答えを出す決定的な証拠はないのでしょうか。政府の調査に不満を持っていたデイビッド・リフトン博士は、それまでとは全く違った角度からケネディ暗殺の謎に挑み、その結果をベスト・エビデンス、最高の証拠という本にまとめました。博士はあらゆる資料を徹底的に調べ、大統領の遺体が何にも勝る重要な証拠であるとした上で、驚くべき結論を引き出したのです。What is very clear is that the president's body did not make an uninterrupted journey from Dallas to Bethesda. It began in a large ceremonial casket. It was placed in that casket by Aubrey Reich of the O'Neill Funeral Home. I helped put President Kennedy's body in a bronze ceremonial casket.On November 22nd, 1963, at Parkland Memorial Hospital. He wrapped the body in sheets. It was placed in the casket. 遺体を納めた飾り付きの棺は、ワシントンのベセスダ海軍病院に空輸されました。しかし、ここで開かれた棺は違いました。We opened the pinkish gray, shipping casket, and there was a gray body bag, zip shut. We unzipped the body bag.And the president's body
was lifted out of the body bag. ダラスで遺体を棺に収めたときはシーツで包んだだけで遺体袋には入れていませんでした。そして飛行機の中で遺体を袋に移したという記録も残っていません。リフトン博士は調査の結果ある結論に達しました。それは遺体はワシントンの空港から直接海軍病院に運ばれたのではなく、その前に密かにワシントンの陸軍病院に運ばれ、何らかの処置を受けた後海軍病院に運ばれた可能性があるということです。また海軍病院で行われた検視にも疑問を投げかけています。担当したヒュームズ医師にとって銃弾による遺体の検視はその時が初めてだったのです。ヒュームズ医師はケネディ大統領のワイシャツにある銃弾の穴の位置と遺体の傷との関係などを細かく調べませんでした。後の資料となる解剖所見には傷の位置が実際より10センチ近くずれたところに記入してあります。また銃弾が飛んできた方向などを割り出すときに重要な手がかりとなる脳の検査も十分なものではありませんでした。この海軍病院での検視記録は大統領が運び込まれたダラスのパークランド病院の医師が事件直後に発表した内容とかなり違うものでした。しかもヒュームズ医師は検視の時に書いたメモを報告書を作成した後燃やしてしまいました。We have two groups of doctors seeing the body, which is evidence. Their observations are six hours apart. What did they see in each area of the body? In the area of the neck, President Kennedy suffered a wound in Dallas, which was described as an entry wound. しかし、海軍病院の医師たちは、この前側の傷を背中からの銃弾が体を貫通して前に出た時にできた傷と判断しました。It looked small and round, like an entry wound, instead of larger, like an exit wound could often look. ケネディ大統領の頭の傷の記録も、ダラスのパークランド病院とベセスダ海軍病院では傷の大きさや位置の点で明らかに違っていました。6人のダラスの医師たちは頭蓋骨にできた穴からは小脳が見えたとしています。しかし海軍病院の医師は頭蓋骨の下の部分に小脳が見えるような傷はなかったと言っています。これはベセスダ海軍病院で検視の時に撮影した写真を模写したものです。こちらはダラスで描かれたスケッチです。傷が検視の時とは違っています。大統領が前から狙撃を受けたとする専門家はこの傷が銃弾の出口だとしています。Based on the absence of any evidence coming from the Dallas end of the line that there were rear entries on the body, I conclude that President Kennedy was shot from the front. リフトン博士は海軍病院ではなくダラスの記録をなぜ支持するのでしょうか。これは海軍病院で検視に立ち会った FBI 捜査官が作成した報告です。リフトン博士はこの中に海軍病院に着いた遺体の頭部にすでに手術の跡があったという文章を見つけたのです。No, there was no surgery done on the president's head. The president was only treated in the trauma room, in the emergency room. The reason for altering the body is that the body is the diagram of the shooting, and it's the most important evidence in the case. I infer the purpose of doing it from the effect it has. Someone wants to make it appear in the evidence that President Kennedy was struck twice from behind from the direction of the school book depository building, and to obliterate any evidence of frontal entry. That's my opinion about what these facts mean. 検視の前に大統領の遺体に手が加えられていたというリフトン博士の結論は、発表後アメリカで大きな反響を呼びました。しかし本当にそのようなことがあったのでしょうか。あの日ケネディ大統領の死亡を確認したダラスの医師たちはワシントンの国立公文書館に保存されている海軍病院での検視写真を検討することにしました。 Let me show you to my best recollection what the wound looked like to me that day in trauma room one. ここに集まった医師たちは狙撃の直後に大統領に応急処置を施し、その傷口を見ています。
I could see the president's head wound quite well, and I was probably looking into a wound that was on the lateral or the side part of the head and the back part of the head. It would be this portion of the head right here. As I remember, it's like this, that there was a big wound, big deficit in his skull and the temporal parietal area. Would you come in, please? ダラスの医師たちが見た写真はカラー、モノクロ合わせて52枚です。この検視写真の閲覧はケネディ家からの特別な許可の下で行われました。写真の閲覧は一人ずつ行われ、それぞれ納得がいくまで写真を見ることが許されました。しかしその撮影は禁じられました。I would have to say, honestly, in looking at these photos, they're pretty much as I remember President Kennedy at the time, except for that little incision that seems to be coming down in the parietal area. On looking at the photographs, I could envision that an incision might have been made in order to pull the scalp back to expose this bone to make a photograph of that area.この傷は FBI の報告書にあった手術の後のことだと思われます。I don't see evidence of any alteration of his wound in these pictures from what I saw in the emergency room. And nothing that I have seen would make me think it had been changed from what happened at that day. The tracheostomy incision, which was shown on several of the photographs I examined, looks exactly the same size and the same configuration.As it did when Dr. Perry and I did that incision. ダラスの医師たちが大統領の処置をした時に書いたあのスケッチは間違いだったのでしょうか。それとも大統領の遺体に手が加えられたというリフトン博士の結論が違っていたのでしょうか。いずれにしても、もうケネディ大統領の遺体を調べることはできません。The circle-studded sky. The stars settle slowly. In loneliness they lie.It is understandable that 大統領暗殺は確かにその重大さを考えると様々な憶測や疑いが生まれても不思議ではありません。 But they all glow brighter from the brilliance of the blaze with the speed of insanityThen he died. Relying mainly on analysis of physical evidence, Nova has explained many, but not all, questions about the assassination. The single bullet theory remains intact, despite its implausible aspects. There's no irrefutable photographic or acoustic evidence of a second gunman. The president's body was so badly handled, it probably can never be a source of verifiable evidence.To bring us closer to the truth, ケネディ大統領暗殺の調査は今も続けられています。しかし事件から25年が過ぎた今、目撃者の記憶は薄れ、証拠も次第に姿を消していきます。重要人物暗殺の裏には必ずと言ってよいほど何か政治的な背景があります。誰がケネディを撃ったのかという問いは、果たして科学的検証だけで答えを出せるのでしょうか。President Kennedy.